三代目、大谷大虹の奴、江戸米東州祭写楽とは、江戸時代中期の浮世絵師。約10ヶ月の短い期間に、役者へその他の作品を反抗した後、忽然と画業を立って、姿を消した謎の絵師として知られる。その羊や経歴については、様々な研究がなされてきたが、現在では、阿波徳島藩主蜂須賀屋岡抱の農薬者、 斉藤十郎表へとする説が有力となっている。三代目、沢村総十郎の大岸クランド社楽は、完成6年5月から、翌年の完成7年1月にかけての、約10ヶ月の期間内に、145点余りの作品を反抗している。完成6年5月に刊行されたキララズリ、大二十八枚の役者の大首絵は、デフォルメを駆使し、目のシワやわし 受け口など顔の特徴を誇張してその役者が持つ、個性を大胆かつ巧みに描き、また表情や、ポーズも、ダイナミックに描いた、それまでになかったユニークな作品であった。その個性的な作品は強烈な印象を残さずには、置かない。代表作として、市川海老倉の竹村貞之進、三代、坂田半五郎の藤川水右衛門、三代目、大谷おにじのやつ。 江戸米、嵐流造の金貸し石部近吉などが挙げられる。この時期の落款はすべて、当州祭写楽画である。完成6年7月から刊行されたキララズリ、大盤7枚の二人立ちの全身像、1枚の一人、立ち図及び細番の単色背景による一人立ち図30枚からなる、第二期の落款は、当州祭写楽画である。いずれも、緊張感のある。 画面構成であった。完成6年11月からの第3期は、顔見せ狂言に取材した、作品58図、役者追前2点、相撲絵2種4図の合計64図を制作、合版14図及び、大板3枚属相撲絵以外の47図はすべて、細版であった。いずれの作品も運もは使用せず、背景の描写が取り込まれており、 その背景が連続した組物が多い。芸術的な拡張は低く、当衆祭写楽画及び写楽画の2種の楽観が見られる。第4期は完成7年正月の土座、霧座の狂言を描いた再版10枚のほか、大番相撲へ2枚、無者へ2枚の合計14図を刊行、楽観はすべて写楽画である。役者絵は、 基本的に画中に描かれた役者の縄文や役柄役所などからその役者がその役で出ていた芝居の上演時期が月単位で特定できることからこれにより作画時期を検証することが現在の写楽研究の主流を成している写楽作品はすべて津屋谷三郎の店から出版されたその絵の発表時期は4期に分けられており第1期が完成6年5月 第2期が完成6年7月8月、第3期が完成6年11月、ブルー11月、第4期が完成7年1.2月とされる。写楽の代表作と言われるものは、大首エの第1期の作品である。後になるほど、急速に力の限界が認められ、精細を書き、作品における絵画的才能や版画としての品質は劣っている。 前期と後期で別人とも思えるほどに作風が異なることから前期と後期では別人が描いていた。またあまりに短期間のうちに大量の絵が刊行されたことも合わせて工房により作品が作られていたとする説もある。作品総数は役者絵が134枚、役者追前絵が2枚、相撲絵が7枚、武者絵が2枚、恵比寿絵が1枚、役者版下絵が9枚、 相撲版下絵が10枚確認されている。2008年に、写楽作と見られる肉筆の役者絵が確認された。写楽の役者絵には、勝川春章、鳥井清長、勝川春美、勝川春恵及び上方の龍光最女系、狩野派、蘇我派などの画風の影響が指摘されている。江戸名所図絵などで知られる、高渉家、斉藤月心が、天保15年に表した。 造法記を得る以降には、写楽祭の孔に、俗称、斎藤十郎表へ、八丁堀にジュース、足孔の農薬者なりと書かれている。長く、これが、唯一の江戸時代に書かれた、写楽の蘇生に関する記述だった。当時の八丁堀には、徳島藩の江戸屋敷が存在し、その中屋敷に藩を抱えの農薬者が居住していた。また、 蔦谷や重三郎の店も社楽が画題としていた、芝居小屋も八丁堀の近隣に位置していた。東州祭という社楽のペンネームも、江戸の東に巣があった土地を意味していると考えれば、八丁堀か築地あたりしか存在しない。しかし、長らく、斉藤重郎表への実在を確認できる資料が見当たらず、また、農薬者にこれほどの見事な絵が描ける才能があるとは、 考えづらかったことから、写楽とは誰か他の有名な絵師が何らかの事情により、使用した変名ではないかという、写楽別人説が数多く唱えられるようになった。つたやが、無名の新人の作を多く出版したのはなぜか、前期と後期で大きく作品の質が異なる上、短期間で活動をやめてしまったのはなぜか、などといった点が、謎解きの興味を生んだ。別人説の候補として、 絵師の初代歌川報告、歌舞伎同園教、葛飾北斎、北川歌丸、芝高官、谷文長、丸山王居、歌舞伎役者の中村この像、洋画家の土井雄林、下作者でもあった山、東京殿、実編者十九、俳人の谷祖外、半本の蔦田や三郎、朝鮮人画家、金光道、西洋人画家など、多くの人物の名が挙げられた。しかし、近年、 以下の研究によって、斎藤十郎表への実在が確認され、八丁堀に住んでいた事実も明らかとなり、現在では再び、社楽イコール斎藤十郎表へ説が有力となっている。その根拠は、以下の書店である、農薬者の公式名簿である、猿学文言帳や、農薬者の電気、重修猿学電気に、斎藤十郎表への記載があることが確認されている。 八須賀家の古文書である、八須賀家無足以下文言帳及び、五両国無足以下文言帳の、五役者の項目に、斎藤重郎表への名が記載されていたことが、確認されている。江戸の文化人について記した、諸家人名度法学文の八丁堀の項目に、社楽祭地蔵教との記録があり、八丁堀地蔵教に、社楽祭と称する人物が住んでいたことが、確認されている。 なお、国立国会図書館に所蔵される同書の写本には、文政元年7月5日に書写された胸の奥書きがあるが、八丁堀地蔵教の写楽祭の項には、当該人物が個人であることを示す記号が付されており、斉藤十郎兵衛が、文政三年まで存命であったことと祖語を期待している。埼玉県越谷市の浄土新州本願寺派郷、山宝、三寺の過去町に、 八丁堀地蔵橋や終電後内、斉藤十郎兵衛が、文政3年3月7日に58歳で死去し、千住にて仮装されたとの記述が、平成9年に発見され、阿波藩に仕える斉藤十郎兵衛という人物が、八丁堀地蔵橋に住んでいたことが確認されている。斉藤十郎兵衛が住んでいた八丁堀地蔵橋は、現在の日本橋下山町郵便局のあたりになる。 以上のことから、阿波の農薬者である、斉藤十郎兵衛という人物が実在したことは、間違いないと考えて良さそうだが、斉藤月心の記した写楽が、斉藤十郎兵衛であるという記述を確実に、裏付ける資料は発見されていない。ただし、浮世絵る以降の写本の一部には、写楽は、阿修の死にて、斉藤十郎兵衛というよし、英松最長貴老人の話なりとある。 永末最長期は、社楽と同じ津田や重三郎半元の浮世絵師であり、社楽のことを実際に知っていたとしてもおかしくはない。なお、八丁堀の亀島橋下元にある東京都中央区土木部が設置した、この地に移住し、二代目、沢村淀五郎の河津ら方言と、初代、坂東義継の鬼、佐渡坊、四代目、松本幸四郎の加古川本蔵と、 松本米三郎のコナミ2008年、ギリシャの国立ゴルフアジア美術館が収蔵する浮世絵コレクションに対して日本の研究者が学術調査を行い、写楽の署名のある肉筆洗面が4代目松本幸四郎の加古川本蔵と松本米三郎のコナミが確認されたと発表した。絵柄の場面は完成7年5月に江戸川原崎座で上演された。 奏本中心蔵の配役と一致することから、従来写楽が姿を消したと思われていた1795年初頭以後に描かれたものと推定されている。画中に筆跡から後世の持ち主が書き加えたと見られる、四代目、高四郎を五代目高四郎とし、小波ではなく妻、となせに言うセリフを書きつけるなど、明らかな号機が見られる。また、筆致は繊細で、 少なくとも二度は改装され、若干周囲を切り取られており、現在の状態では窮屈な印象を受ける。しかし、写楽の版画作品に通じる美化を写象した、綿棒表現、二人の人物の感情表現の的確さ、絵の具の洗礼さ配合の妙、など鑑定上の不自然さが感じられない。特に、写楽画のほぼ全てに共通する。 耳の描き方も線が一本化している部分がある以外は全く同じ。両方で、甲子郎の他の顔のシワの本数や特徴も四代目甲子郎を描いた写楽の版画作品4点と同様である。描かれている場面も通常は描かれていない得意な場面で、後世の鉄像の可能性は低い。楽観も顔の周筆部分に筆者が、 恋につけた三つ葉のクローバーのような突起を持ち、この得意な特徴は口実の老人図と共通する。写楽筆と伝わる肉筆画は数点知られているが、多くの専門家が確実と認めた作品はこれのみとされる。反面、この肉筆洗面画の鑑定に疑問を呈する見解もある。審判歌舞伎辞典の当終祭写楽の項目は鑑定した。 小林正の執筆だが、半下絵とされる、役者群像9点と相撲へ10点の素描、及び若干の肉筆画が報告されているが、写楽新筆と公認されるまでには至っていないと、自説が受け入れられていないのを認めている。中島治は、当終祭写楽交渉で、明治以降、写楽の岩作が、版画、版下絵、肉筆画問わず大量に作られたことを指摘した上で、 ギリシャの洗面画ではないものの、老人図の発見状況を取り上げ、瀬川菊野城、團十郎白猿、吉沢あやめ、宮古の文語城などの歌舞伎会所名人の自筆探索も一緒に出てきたという設定自体、明治以降の写楽評価に基づくもので、新筆の可能性は皆無としている。こうした見解を受けてか、最新歌舞伎大辞典の当終祭写楽の項目でも、写楽の作品は、 2008年に発見の洗面画をはじめ心眼が十分に検討されているとは言いがたく、歌舞伎資料として利用するには注意を要すると官邸に慎重な姿勢を示している。写楽は完成6年5月の芝居工業に合わせて28点もの黒雲もハスリオ大首へとともに大々的にデビューを果たしたが、絵の売れ行きは芳しくなかったようである。 特定の役者の悲劇からすればその役者を美化して描いた絵こそ買い求めたいものであり、特徴をよく捉えていると言っても、容姿の欠点までをも誇張して描く写楽の絵は、とても彼らの購買欲を刺激するものではなかったので、ある。しかも描かれた役者たちからも不評で、江戸風俗草まくりによれば、顔のスマヒの癖をよく描いたれど、その炎色を破るに至りて役者に生まれけると記されている。 全作品の版元であった、蔦谷や重三郎と組んで教科ブームを起こした、教科誌のお歌南畝は、これは、歌舞伎役者の似顔写せしが、あまり間を描かんとてあらぬ様に書きなさせしゆえ、長く、世に行われず一行年にしかもどめむ、役者をあまりにもありのままに描いたから、すぐに流行らなくなったと写楽の写実的な姿勢を、表している。ただし、南畝の表した、原選本の、 浮世エル以降には、岩タベ部から始まって三十数名の絵師の名と略伝を記すが、その中でシャラクのことを取り上げたのは、少なくとも南北から見てシャラクは無視できない絵師だったことを示しているという見方もある。ドイツの美術研究家、ユリウス・クルトはその著書、シャラクの中でシャラクのことを称賛し、これがきっかけで大正頃から日本でも、その評価が高まった。しかし、 社楽の役者絵が反抗された当時においては、社楽よりも同時代の初代報告描くところの役者絵が受け入れられたのであり、中山みきよは、勝川春英や初代報告、歌川国政などの描いた役者絵と比べた上で、社楽を次のように表している。江戸期当時の役者絵の流れは、勝川派から報告へと移っていくのが主流で、社楽は、 あくまでも孤立した存在であったことを確認して、おくべきであろう。これまで写楽の諸説を発表してきた人は、その役者へを論じながらも江戸時代の歌舞伎に、あまり造形のない美術研究家か、コレクターや構図家といった人たちで、一方、歌舞伎の専門家であっても、絵を見る範囲の限られた人が写楽を追ってきた。美術評論もすると同時に、歌舞伎の研究や舞台現場の経験もあるものは、 シャラクをそれほど高く評価しないに違いない。シャラクを捨て、報告を選んだ、江戸庶民の目を高く評価したい。シャラクの役者絵は、歌舞伎同園教、水夫と夜春、歌川国政などに影響を与えているほか、英末最長期もシャラクに似た画風の役者絵を制作している。かつて、イギリスで制作された人形特撮番組サンダーバードでは、トレーシー家のラウンジで、 ジェフが座る、背後上部に、二代目、瀬川富三郎の大義クランドの妻やドリギー、向かって、右壁面に、四代目、岩井半四郎の目の戸へのい、さらにデスク脇のサイドパネル部分には、中村勘蔵の孫根ごとの彫像が、それぞれ飾られている。一般には、写楽の評価に関して、ドイツの美術研究家、ユリウスクルトがその著書、写楽の中で、 シャラクのことをレンブラントやベラスケスと並ぶ世界三大肖像画家と称賛し、これがきっかけで大正頃から日本でもその評価が高まったとの説明が流布している。しかし、シャラクの1910年観光初版、1922年観光改訂増補版、および1994年観光の日本五百版、シャ,ラクシャラクのいずれにおいても、 クルトによる、序文並びに本文に、世界三大肖像画家、レンブラント、ベラスケスに関する記述は見られない。日本語訳版、シャラクシャラクにおいては、奈良崎宗主の推薦文並びに翻訳者、佐田村正による海外に、世界三大肖像画家への言及はあるが、これは一般論として述べたものであり、クルト自身の文章を引用したものではない。 社ク以外のクルトの著作や、明治、大正頃の国外の浮世絵文献からも、同種子の文言は見つかっておらず、口実のようにこの評価はエビデンスがない。岸文和は2002年論文で次のように指摘している。一体、何時、誰によって、この文言がクルトに返せられるトポースになったかについては、現時点で、不明である。しかし、この文言が、クルトのテクスト、 初版、造法版ともに見当たらないことは確実なのである。社楽社楽の日本語訳に当たった佐田村忠氏は1995年に別の書籍で次のように指摘している。実際に社楽に当たってみるとそんな言葉はどこにも書かれていない。クルトは社楽以外にも日本木版画子など浮世絵に関する論文を多数発表している。 おそらくそのどこかで、こうした趣旨の言葉を書いた者が、いつの間にやら、写楽の中の言葉として語られるようになったと推察するが、少なくともこうした、誠しやかな紹介の仕方では、どこまで本当に、クルトの写楽を吟味したのか、誠におぼつかない。私には、写楽論議の危うさがここに現れているように思えて、ならない。中島治は、 調べることができた中でと断った上で、レンブラント、ベラスケスという言葉が入った、写楽論文の書室として、中田勝之助、当衆祭写楽6月号を挙げている。佐々木美希夫も、中田勝之助の著書、写楽で、中田個人の見解として、レンブラントやベラスケスに被験する、世界的肖像画家として、写楽を紹介したことが、 クルトが認定した三大肖像画家に改変されて、一人歩きを始めてしまったと指摘している。アルス美術奏書による刊末の広告には、浮世絵史上の重鎮として、ドイツのクルト博士の詳しい研究により、写楽が一躍レンブラントや、ベラスクエスさえ被験すべき世界的、一大肖像画語る栄誉を追うに至ったという中田、勝之助の本文中にはない一文が存在する。 大川茂は、こういう文章は、クルトの著作には存在せず、後世の粉飾の気配があると断っている。美術編集者、富田義和は、クルトの写楽では、一言も書かれていない文言が、日本人の誰かによって、クルトの写しら感を象徴する言葉として作り上げ、誰だと論じている。作家、高井忍は、日本のメディアによる、歴史の絶像、技師、 外国の研究家が認めたことにしておく方が客観性があるように見えて世間の人たちの関心を引くのにも好都合という発想と述べている。俗説の成り立ちについては1950年代に近藤一太郎が前述の中田勝之助の表をクルトの見解だと取り違えて紹介し1960年代後半に世界三大肖像画家の出展をクルトの著書とする説明が 日本国内に広まって定着したと主張している。関心一は、世界三大肖像画家については言及していないものの、読みもしないで、来ると、来るととしきりに援用するのは危険であると苦言を、呈している。英語版、ウィキペディアのラクの項には、カー、スランクとラクエスポートレーツ・ウィズ・ゾーズ・オブ、レンブラント・ベラスケスとの記載があるが、出典として上がっているのは、 クルトの著作ではなく、東洋美術史家、ヒューゴムンスターバーグの1982年の著作、ザ・ジャパニーズ・プリント、エイヒストリカル・ガイドと、近藤一太郎の1955年の著作の英訳、都主催者楽である。スペイン語版、ウィキペディアの都主催者楽の項にも、同種子の記載があるが、出典として挙がっているのは、日本国内のイベントの広報である。 世界三大肖像画家として、ラクを紹介することは1930年代から、高橋誠一郎らの使用例がある。評価が定着する以前には、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ベラスケスと共に、世界三大肖像画家とする説や、レンブラントやデューラーにも非すべき偉大さを認められたと、する説、クルトの、ラクによって、世界最大の肖像画家レムブラント、あるいは、 彼以上の肖像画家と称賛されたとする説などがあった。ジェームズ・ミッチェナーは1954年の著書ザ・フローティング・ワールドの中でシャラクの作品をレンブラント、ベッディーニ、ベラスケス、ホルバインに匹敵する肖像画だと称賛している。なお、世界三大肖像画家をベラスケスに変えてルーベンスを加える説も流布している。参考文献が集外説書。 ありがとうございます。